死にますね。子供は知らされますね。まず葬式の段取りですね。どこでやるか。葬儀屋へ電話してお棺を頼みますの。病院へ駆けつけますね。遺体に対面します。足袋履かせたりわらじ履かせたりいろいろあって納棺です。お棺を家に運んで次の日はもうお通夜ですな。祭壇が飾られ、お坊さんが来てお経を読みますね。お客が来ますね。変なお客も来ます。そのお客にこっちも変なことしたりなんかして、翌日は告別式です。霊柩車が来ます。最後のお別れをして火葬場です。遺体が骨になる。その骨拾って骨葬に収める。うわー大変ね。このてんやわんやの3日間をみずみずしい映像感覚で取り上げた人間ドラマ、それが伊丹十三さん第1回監督作品の映画お葬式です。俺は10回笑って3回泣いたね。そう、泣いたり笑ったり忙しいよ。今年最も映画らしい映画と早くも評判ですよ。それでは皆さん、映画館でお会いしましょう。